喋ってる。皆さん、お疲れ様でした。また、また、関東地方の皆さん、大阪の皆さん、1年間ありがとうございました。家族キャンプから、最後の出勤練習まで足を運んでくださったファンの皆さん、本当にありがとうございます。今年は優勝することができましたが、目標としてた日本一には届きませんでした。この悔しさを忘れることなく、選手一同は、自分の踊りに比較して戦っていくと思っております。自分も投資するつもりです。来年全員で優勝、日本一、その景色を得られるように頑張っていきますので、来年も応援のほどよろしくお願いします。あれ、ありがとうございました。